F-35A ライトニング2は、米軍が開発した第5世代ステルス戦闘機だね。軍事産業で名高いアメリカが開発した兵器だけあって、性能に関しては申し分ないよね。それでもその性能はまだ発展途上だから、ワクワクさせてくれるよな。うんうん。今回はそんな F-35A ライトニング2を導入した韓国について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。米軍が運輸しているステルス戦闘機には、世界最強と名高い F-22 ラプターがあるんだけど、米軍は当初、F-15 イーグルを前期 F-22 ラプターへ置き換える計画だったんだ。だけど F-22 ラプターは最新技術を結集して開発されたこともあり、1機当たり170億円以上の高コスト機となってしまい、調達計画も750機、648機、451機と、削減の一途をたどったよ。最終的には2011年末に米空軍へ引き渡された195号機を持って、生産が終了するに至ってしまったんだよな。性能を詰め込むだけじゃコストが上がっちゃうから、難しいところだよね。このように米軍が次期主力として期待していた F-22 は高コストにより機数を揃えることができず、米軍はこの F-22 開発の反省から、低コスト多用途なステルス戦闘機の、開発計画 JSF 統合打撃戦闘機計画が開始され、後にこの計画で開発された機体が F-35 ライトニング2シリーズってわけ。F-35 ライトニング2は一つの基礎となる機体設計から、通常離着陸型 A 型、短距離離着陸垂直着陸型 B 型、艦載機型 C 型の3タイプが開発され、今までは全く別の機体であったところを統合することにより、部品やシステムを共通化することで、開発費及び運用コストの削減を目指していたんだ。しかし、全く別の機種を統合することの難易度の高さから開発は難航したぜ。それにより開発遅延と開発費の高騰を招き、当初の計画ほどには低コストな機体とはなっていないんだよな。また、この F-35 はすでに米軍や日本、韓国、英国、イタリアなどの国々で導入され、運用がされているんだけど開発プログラム自体はまだ完了してなくて、順次追加アップデートを図りながら作戦遂行能力の拡大及び向上を図っていく計画となっているよ。そして、このアップデート作業にも1機当たり多額の費用が必要数十億円規模であり、これもこの機体の高コスト化を招く一因となっているんだ。日本では、A 型を105機、B 型を42機調達する計画となっており、数の面では米国に次ぐ第2位の F-35 運用国となる予定だよ。韓国も F-35A を40機、当初は60機調達する計画であり、現在24機を調達済みとなっているよ。導入された機体はブロック 3F 完全作戦能力型と呼ばれるバージョンであり、このブロック 3F のバージョンでようやく F-35 に求められる戦闘能力の全てが実装されたんだ。なお、この最新のアビオニクスを搭載した世界最高水準の戦闘能力を持つ F-35 ライトニング2だけど、伝統的に米国は米軍使用機体と輸出機体では性能に格差を設けるようにしているらしいよ。韓国軍が調達している機体も米軍仕様と比較すれば意図的に性能を落とされている可能性があり、これの詳細は米国しか知り得ない機密事項だろうけど、果たしてどの程度のダウングレードになっているかは、米国の導入国に対する信頼度によって決まるのかもしれないね。ちなみに、韓国軍が導入した F-35A ライトニング2は、韓国側が過去に米軍から導入した兵器を、米国に無断で技術盗用した前科があることから、常時米軍の監視下に置かれているとの情報もあり、韓国に対する米国の信頼度の低さを物語っているな。ブラックボックスを開けるなんて、韓国は何を考えてたんだろうね。韓国空軍は現在 F-35B を20機程度調達するか否かの検討を開始しているよ。この F-35B とは、短距離離着陸垂直着陸型の F-35 であり、主に軽空母や強襲揚陸艦などの飛行甲板が比較的短い艦や、カタパルト発艦装置が搭載されていない正規空母での運用を想定して設計された機体だね。そして、F-35 シリーズで唯一、垂直着陸性能的には垂直離陸も可能な機体であり、垂直に飛行可能な特異な特徴を持っているために映画でも、垂直に飛行しているシーンが登場しているんだ。ただ、垂直飛行はあくまでも離着陸のための能力であり、映画のように垂直に飛行しながら戦闘行為を行うことは想定されていないよ。この F-35B だけど、韓国が F-35B の調達を検討しているのは、韓国が軽空母強襲揚陸艦を含むの保有計画を表明しているからだね。この背景として、日本の海上自衛隊が保有する出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の、出雲及び加賀の2艦に対して F-35B を搭載することが決定しており、その対抗策としての意図が大きいと思われているよ。なお、すでに日本は1番艦出雲について、
固定翼機運用のための第一次改修工事を終了しており、2021年10月5日に米海兵隊の F-35B の出雲への着発艦実験を成功させているぜ。そして、F-35B は現在、米国以外では英国と日本のみしか採用国がなく、米国や英国は調達機数を引き下げる動きを見せているため、開発元のロッキード・マーチン社からすれば、韓国の導入の動きは歓迎すべきことであるようだな。だけど、この韓国が立ち上げた軽空母建造計画に先立ち、搭載する艦載機のデータがなければ軽空母の建造ができないため、韓国は F-35B の開発元であるロッキード・マーチン社に F-35B の情報開示を求めたんだけど、調達契約後でなければ明かせないと拒否されているよ。契約しなければ機密情報を開示しないのは当然のことではあるが、国家としての信用度は低いというところも大きいのかもしれないな。韓国がやってきたことを考えると当然だよね。なお、これまでは韓国が現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦として3万トン級の大型輸送艦の建造を表明しており、これは中国から空母保有に対する反発を避けるために、空母という名称を避けたものだったんだけど、日本が軽空母相当の護衛艦を保有するに至ったために、明確に軽空母保有の方向性を表明した模様だね。さて、韓国の領海の広さは日本の 10% 程度しかなく、朝鮮半島全域の領海を含めても日本の 12% の広さしかないんだ。それと比較して日本の領海面積は世界第6位の規模を誇り、国土よりも領海の方が国土の12倍広く、日本は世界に名だたる海洋国家となっているよ。そのため、日本の場合、遠く陸地から離れた海洋での防衛任務も想定され、陸上の航空基地からの支援が得られにくい場所でも航空作戦を実施するために、海上の航空基地たる空母を保有することには一定の合理性があるんだ。特に対中国の脅威から、南シナ海及び長大なシーレーン防衛には、限られた陸上の航空基地からだけでは即応性に課題があるからね。その反面、韓国の場合、東、西、南のどの領海内においても、陸上の航空基地から十分な支援が得られるんだ。そもそも、日本とは違い、韓国が想定している敵は陸続きの北朝鮮であり、北朝鮮相手に高価な空母を保有する合理性はないよ。つまり空母ではなく、陸上戦力や空軍戦力に重きを置くべき防衛環境と言えるんだね。また、軽空母での運用が想定させる F-35B は通常離着陸型の F-35A と比較して、燃料搭載量が少ないために航続距離が短く、垂直着陸に要する装備の追加による機体重量の増加の影響で、搭載可能な兵装も少なく、整備性や信頼性も悪化しているよ。端的に言えば、F-35B は短距離離着陸垂直着陸の能力以外は、F-35A に全て劣っていると言えるな。そのような作戦機として劣った機体を F-35A に変えて導入するほどの、国防上の利点が韓国にはないため、今回の韓国の F-35B 及び軽空母導入計画は、日本が保有するから韓国も欲しいという虚栄心からのものであると考えられるよ。今回の韓国の軽空母保有検討の問題で日本が懸念することは、韓国が米国の意に反した行動をしつつあるということだね。トルコがロシア製のミサイルを導入した際に米国が反発して関係が悪化したように、韓国がそれと同じような状況となれば、韓国の東アジアにおける共産主義国家からの、西側諸国の防波堤の一翼としての機能が薄れ韓国が担っていた負担が日本に移り、それが日本に重くのしかかることになるんだ。ほんといい迷惑だよ。また、F-35 ライトニング2は、日々のメンテナンス以外は特定の国家に設置された、組み立て製造及びメンテナンスを行う拠点 FACO で重整備や、機器のアップデートなどを行う必要があるんだけど、東アジアにおける拠点は日本にあるんだ。これについて、韓国は政治的感情的に日本での動機の整備を拒否しており、韓国における F-35 ライトニング2の稼働率低下が懸念されるよ。日本の場合、F-35 ライトニング2の稼働率を向上させるために FACO を日本に誘致し、日本国内で機体の組み立て作業も行うために F-35 の調達価格も韓国よりも3割ほど高くなっているぜ。これは日本が、ただ F-35 ライトニング2という機体を導入することだけしか考えていなかった韓国とは違い、実際に運用する上で防衛上必要な稼働率の確保に重きを置いていることが伺われるよな。また、FACO は F-35 ライトニング2の機密事項を多く取り扱うため、国家としての信用度も大きく問われ情報漏洩が行われないと米国から信用される必要があるぜ。ただ、これについては、日本と同様に FACO を開設しているイタリアが、昨今のコロナウイルス感染拡大の影響によって経済状況が悪化し、中国の経済援助への依存がますます強くなっており、
これにより、イタリアから中国へ機密情報の漏洩が懸念されているんだ。中国の脅威は全世界的に広がっているから。日本もイタリアのように中国への依存度を強めれば米国からの信用度も低下する可能性があるし、日本は難しい舵取りを迫られているんだよね。ちなみに韓国は日本の人口の半分であるにもかかわらず、日本とほぼ同額の防衛予算を計上しているよ。韓国ではインドネシアと共同で開発を行う予定であった。国産 4.5 世代戦闘機 KFX の開発費の負担増加も問題になっているよ。国民一人当たりの防衛予算の負担が日本の2倍ということもあり、国民から防衛費の使途について、もっと有効な使い方を求める声が韓国内からすでに噴出しており、今後の韓国の動向が注目されるね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。大鯨型潜水艦の2番艦白鯨の進水式が2021年10月14日、川崎重工神戸工場で行われたことは、みんなも知っているよね。白鯨は、今後、艦内偽装工事、海上工事を経て、2023年令和5年3月頃に海上自衛隊へ引き渡される予定となっているよ。大鯨型潜水艦は、ディーゼルエレクトリック方式の通常動力潜水艦としては世界最大級であり、白鯨は全長 84.0 メートル、幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートル、基準排水量3000トン、乗員約70名、軸出力は6000馬力あるぜ。また、主機関はディーゼルエンジンとリチウムイオン電池を組み合わせたことによって、先行性能の向上が図られているぜ。加えて探知能力が向上したソナーや、静粛性が向上した船体構造が採用されているね。潜水艦の任務は、抑止、情報収集、警戒監視、艦隊援護、戦闘と多岐にわたるから、いろんな能力が必要になるし、中でも静粛性は必要不可欠だよね。騒音を撒き散らす潜水艦は潜水艦としての機能を果たさないからな。どこかの国は改造車両並みに騒がしい潜水艦を作っているみたいだけど、日本の潜水艦は大丈夫だよね。日本の潜水艦は海の忍者と称されるくらいだから、問題ないぜ。日本の技術力は素晴らしいからね。さて今回は、新型潜水艦白鯨の任務と能力について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。潜水艦は存在そのものが抑止力となると言われていて、日本の海の最大の抑止力は潜水艦となっているよ。隠密性が高く見つけきれない潜水艦から発射された魚雷一発で、原子力潜水艦を含めて大型戦闘艦が人員と共に撃破されるってわけ。この抑止力は強力で、いつどこで攻撃されるか不安だから、敵対国は近寄れない状況になるんだ。だからこそ、潜水艦は何かあったらすぐ対応できる体制をとって日本の抑止力として海中でひっそりと頑張っているよ。ハイブリッド戦争を起とする国は近年、潜水艦を特殊部隊のプラットフォームとして運用することも想定していて、潜水艦は海からの隠密侵入に対しても抑止力となると言われているよ。どこかにいる、どこにいるかわからない、しかも強力、このように思わせられれば抑止は成功だね。見つからないように潜んでいることが潜水艦の仕事ってわけだ。抑止力はこのように見えないところでも発揮されていて、日本の潜水艦は隠密性が高く戦闘力も高いと諸外国が思ってくれる潜水艦を建造し続け、潜水艦部隊の自衛艦が安全に任務を遂行することが日本の抑止力なんだ。潜水艦の任務は、その隠密性、長期行動能力、遠距離水中探知能力等を活用して、常時継続的な情報収集、警戒監視を実施し、主要な海域の哨戒、防護に当たることだよ。防衛省は、次世代潜水艦用ソナーシステム研究の必要性として以下の2点を挙げていて、一つは我が国の潜水艦にとって脅威となり得る外国艦艇の水中捜索能力及び静粛性の向上に対処すること。また、情報通信技術の進展や潜海域における行動の必要性増大といった、潜水艦を取り巻く環境の変化に対応すること。潜海域、これは取りもなおさず東シナ海を指しているね。東シナ海の防空識別圏内の約半分の海域は水深が100から200メートルだから、東シナ海から太平洋への通り道は宮古海峡というものだよ。この海峡で情報収集、警戒監視を続けることによって、音紋採集ができて、情報収集対象艦艇がどの場所を通るかを分析すれば当該艦艇の能力や戦法が分析できるってわけ。このデータをデータベース化することによって通る強艦艇の特定ができるようになるから、この任務遂行のため、この推進をこちらなに有利なように利用することができる装備が必要ということだよ。
また、従来なら無視していたような雑音から潜水艦や艦艇を検出することができるようになってきているぜ。まず敵に見つからない装備として、防衛装備庁などで行った飛探知防止、対衝撃潜水艦構造の研究などの成果である音波吸収材、振動、衝撃を緩和する浮き床構造などが採用され、艦体にはソナーによる探知を防ぐため艦体一面に吸音タイルが貼られ、白鯨の静粛性は一段と向上しているみたいだな。潜水艦の艦首、スクリュー及びハッチ厚さは極秘扱いになっているよ。水は1気圧では100度で沸騰するんだけど、スクリューが高速回転するとプロペラの翼の先端付近では流速が非常に速くなり水圧が下がるんだ。すると翼端の水が沸騰し泡ができて、この泡に向かって周囲の水が押し寄せる。泡が消える瞬間には水同士が、またスクリューにぶつかり音と振動が起こり、この振動が艦体や機関と共鳴すると音が大きくなるってわけ。この音は艦特有の音だから、この音をソナーで捉えれば、艦艇の音紋解析が出るみたい。飛探知防止、対衝撃潜水艦構造の研究では、静粛性の高い推進スクリュー、泡の出ないスクリュー形状が研究されていて、諸外国でも潜水艦探知ソナーの技術は著しく進んでいるよ。日本の潜水艦においても雑音の静粛化対策は重要かつ喫緊の課題だな。ちなみに太平はスクリューをつけて浸水式を行っているんだけど、白鯨にはそれがないんだ。同じではないことから秘匿度が上がったと考えられるから、スクリューについても白鯨は太平より改良されているだろうことが推測されているよ。太平の推進機はダクト付きスクリューなのか、リム駆動なのか、ポンプジェットか推測もできないけど、白鯨も太平もスクリューの軸はあるみたい。リム駆動なら軸もないだろうけど、もっとも、ダミーをつけて浸水式を行うこともあるから、これだけで一概に判断はできないね。概要で単独のディーゼル潜水艦が生き残るには、静粛に徹するしかなくて、潜水艦にとって隠密性は重要で、その点ではポンプジェットが有利なんだ。だけど、その利点は高速時の利点となっていて、低速時の電力消費効率はスクリューの方がいいみたい。推進に必要な電力は速度の3乗に比例して、速度が2倍になると消費電力は8倍になるんだ。ディーゼル潜水艦は、出せてもせいぜい20ノットで、源泉なら電力消費を考慮しなくていいんだけど、リチウムイオン電池には限界があるよ。ポンプジェットは隠密性に優れていても電力消費の点からディーゼル潜水艦では無理があると言われているらしいんだ。太平型は、ディーゼルエンジンで発電し、高性能シュノーケルで吸排気する新型シュノーケル発電システムを装備しているよ。隠密性を高めるため小型で高出力化及び静粛化を図ったこのシステムは、大容量リチウムイオン蓄電池に短時間で所要の充電が可能で、潜水艦の飛探知防止性が向上したんだ。充電時間の短縮により、作戦海域での滞在時間が伸びたってわけだな。ソユー型11番艦の応流からは、水中で発電する AIP エアインデペンデントプロパルジョン、機体機依存推進を廃止し、リチウムイオン蓄電池を搭載して、AIP 搭載艦が、AIP 搭載以前は数日間が限度だった低速時の水中持続力を2週間以上に延長したと言われていて、太平型はそれを上回ることは確かだろうね。白鯨には機関通式潜望鏡が1本装備され、デジタル画像で周囲を瞬時に撮影しますから、海面に潜望鏡を出す時間は極限されているみたい。次に敵を見つける装備として、光ファイバー技術を用いた新型の高性能ソナーシステムが装備され、探知能力が向上しているよ。ソナーの艦首アレイを艦首の形に合わせるコンフォーマル化でソナーの開口が拡大して能力が向上していて、側面アレイ及び栄光アレイに使われている光ファイバー受波アレイは、光ファイバーに加わる音圧によりファイバー内を伝播するレーザー光の位相や、強度が変化する現象を応用した潜水艦探査用水中マイクロフォンなんだ。このアレイは従来の圧電素子アレイに比べて、小型軽量化、低電力化され、しかも電磁ノイズ潜水艦内の電子機器から出る電磁波の干渉の超響きも受けない優れもの。このアレイが吸音材一体型水中受波器として、船体横長に配置され、精度が高く探知距離の大きい側面ソナーとなっているよ。また信号処理部で一種ソナーの探知情報が自動的に統合化され、これらにより、敵に見つかるより早く敵を発見できると言われているぜ。2021年6月29日の読売新聞によれば海上自衛隊はアクティブソナーを潜水艦に搭載することを検討しているみたいで、白鯨は浸水式時点ではパッシブソナーは当然あっても、まだアクティブソナーを搭載していないかもしれないね。艦隊が行動するとき、潜水艦は艦隊の下の海中で、
敵の潜水艦から艦隊を援護するための行動をとるよ。潜水艦の潜水深度は、これまた極秘扱いだから推測になるんだけど、白鯨の最大潜水深度は900から1000メートルと思われているよ。諸外国の潜水艦の最大潜水深度はこれより浅いと言われていて、1000メートル付近を利用できれば地の利を得て、白鯨の戦闘能力と相まって、有利な戦闘を展開できるはずだよ。潜水艦は単独行動するのが前提で、潜水艦の存在を秘匿するため、電波や音波での通信も頻繁にはできないんだ。超超波での受信せよの指令で、発見される確率が、低い海域に移動して水面にアンテナを出して X バンドの衛星通信装置を使い、通信時間を最小限にして受信し、すぐに潜航するよ。潜水艦の武器といえば魚雷だよね。白鯨にはどんな魚雷が装備されているの？白鯨には HU-606533mm 魚雷発射管一式が装備されているよ。一式とは6門の発射管と魚雷発射に必要なその他の機材のことだね。太鯨がこの発射管から8、9式超魚雷、最新の18式超魚雷、およびハープーン対艦ミサイルを発射できるとされていて、この点では白鯨も同様と推測されているんだ。ちなみに魚雷を何発搭載しているかは当然秘密だぜ。人民日報日本語版では太鯨が30発を搭載しているとされているが、どこからの情報なんだろうな。8、9式魚雷は浅い海では、岩礁など障害物を目標と誤認する可能性があるけど、18式超魚雷開発名称 GRX6 魚雷は優先誘導と自立誘導により敵のおとりおとりで声をも回避でき、命中率が向上したんだ。また地形が複雑な旋回域から深海域まで対応でき、アクティブ磁気起爆装置を搭載しており、艦艇の磁気に反応して爆発するよ。この魚雷は高層雑音の低減が図られ、静かな魚雷となり、敵からの非発見確率も下がり、戦術的優位性を確保できるぜ。また、艦尾の X 舵は音の反射方向を変えるステルス化の効果もあり、旋回性能及び深度変換性能が向上したとされているな。これにより着艇時の舵の損傷を防ぐことが可能となっているみたい。X 舵は、十字舵よりも大きな舵面積が確保でき、斜め45度に装備された、4枚の舵が独立して回答と姿勢制御機能を合わせ持つことから一部故障時にも相関可能なんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。スターリングエンジンを搭載した潜水艦の建造はそろそろ終わりになるようだな。日本の最新鋭潜水艦白鯨の進水式は無事に迎えることができたし、順調に日本も備えが進んでいるね。ここでオーストラリアが原潜導入計画を発表したんだけど、それに刺激を受けたのか、いよいよ日本も原潜を導入するのかという噂が流れ始めているようだね。今回は、海自潜水艦の22隻体制について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。太鯨潜水艦もいよいよ収益する予定だし、日本は通常動力型潜水艦でトップの性能を誇り、戦略的にも潜水艦では世界屈指と定評があるよね。日本が世界に誇れる潜水艦だね。太鯨の潜航深度はもちろん非公開なんだが、各国を遥かにしのぐ深さまで潜航可能ということは事実だぜ。2021年10月14日午後、海上自衛隊としては太鯨型潜水艦の2番艦である艦艇の進水式と命名式を同時に行う予定になっているよ。式典の場所は現在建造を担当している川崎重工業者神戸工場と予定されていたね。太鯨型1番艦でネームシップである太鯨は、この神戸造船所で2020年10月に進水式と命名式が終わったんだ。現在は最終偽装中で、2022年3月には引き渡しされると考えられていたね。太鯨は引き渡し後、海自による海上工事等の上、実戦配備されることになるんだけど、2013年平成25年の防衛計画大綱に稼働潜水艦22隻の運用体制の構築と謳われていたんだけど、この組織目標をまず達成することになるわけなんだ。この防衛計画大綱だけど、世界で6番目に広い領海を持つ日本において、防衛に必要な潜水艦の数を計画として定めていたものなんだ。今は22隻体制となっているんだけど、それ以前には16隻体制を構築することによって広い領海をカバーする戦略が決定されていた状態だったんだよね。それにしても、世界で6番目という日本の領海は広いんだね。日常的には全くと言って良いほどそんな感じしないけど。平成25年の防衛計画大綱で潜水艦16隻体制から22隻体制へと6隻増加を打ち出した背景を説明すると、やはり中国のことがあるからだよ。
近年海洋進出が著しい中国海軍への備えを強めざるを得ないという政治判断が下ったってわけ。しかも、この判断はますます強化されている傾向にあることは言うまでもないな。もちろん、これは中国が艦艇を南シナ海や台湾海峡、尖閣諸島を含む南西諸島方面へ出没させていることがあるぜ。その数が年々増えていることは言うまでもないな。中国は今まで以上のスピードで新造艦をこういった海域日本の領海も含むに投入してきているから、この現状を考えれば当然の対応と判断せざるを得ないと思われるね。さて、海上自衛隊はヘリコプター搭載型護衛艦である出雲や加賀を航空母艦に変えるために改修工事を予定しているよ。その後に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を艦載機として軽空母のように運用する対策も同時進行中なんだけど、前述したように2022年3月、最新型大芸が海事に引き渡されることによって潜水艦22隻体制が確立することになるんだ。内訳は大芸型1隻、総有型12隻、親潮型9隻なんだって。この中で親潮型は1998年平成10年から就役していて、かなり息の長い艦と言えるんじゃないかな。約70名の乗組員を要する通常動力型潜水艦で、サイズは基準排水量2750トン、水中排水量3500トン、全長 82.0 メートル、全幅 8.9 メートル、深さ 10.3 メートル、喫水 7.4 メートルとなっているよ。この艦の機関は、ディーゼルエンジンと鉛製蓄電池、発電機とモーターを備えているディーゼルエレクトリック方式だね。親潮型は計11隻が建造されたんだけど、そのうちの1番艦と2番艦は練習艦に変更されているので、実戦に配備されるのは9隻ということになるんだ。総有型は2009年平成21年から就役していて、乗組員は約65名。サイズは基準排水量が2900トンから2950トン、水中排水量4200トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.3 メートル、水8.5メートルだから、親潮型より少し大きいことになるよね。総有型は1番艦から10番艦までは非待機依存推進型のディーゼルエレクトリック方式を採用していて、これはディーゼルエンジンと鉛製蓄電池、発電機とモーターにスターリング機関を備えた機関で、その当時は最新機関と注目されていたよ。しかし、総有型11番艦欧遊からは、スターリング機関の搭載を中止したな。代わりにディーゼルエンジンとリチウムイオン製蓄電池、発電機とモーターを備えた構成となり、非待機依存推進型ではなくなっているぜ。スターリング機関の搭載を止めたことで欧遊以後の性能は、カタログデータ上だけど、水中の時空巻きからは8000馬力から5600馬力へ、水中最高速度は20ノットから18ノットに低くなった形ではあるんだけど、使用する上での水中性能の持続力は逆に増大したと言われているんだ。というのは、出力の割には重量があるスターリング機関を外したことで、水中運用自由度が増加したことと、限られた潜水艦内にスペースが確保できたというメリットが出てきたからとされているぜ。欧遊は初めてリチウムイオン蓄電池を実用として採用した潜水艦になっていて、リチウムイオン製蓄電池の特徴としては、従来の鉛製蓄電池よりも大電流大容量ということだよ。しかし、物事には表と裏があるように、デメリットも確かに存在するんだ。それが小型家電製品などで事故が多発していたように、リチウムイオン電池は発火しやすいという点だね。リチウムイオン電池を使っているスマホから発火したというニュースもあったよね。この危険性を防いだのが、日本の GSU 朝社のテクノロジーや艦隊そのものへ対策を施すことで実現したんだ。ただし経費の面では今までのものより高額になっていて、建造費は総有型10番艦小有が約517億円だったんだが、11番艦欧遊は約643億円となり、約 24% ほど高くなってしまったぜ。建造コストの点から見ると、最新鋭大芸型1番艦でネームシップ大芸は約800億円と判断することができ、新型のシュノーケル発電やソナーなど新しいシステムが採用されている分、経費は比例して増えているってわけだ。2021年9月以降、オーストラリアがアメリカあるいはイギリスの技術サポートを受けて、攻撃型原子力潜水艦を購入する方針転換したことが大きな話題になったけど、実はそれらの艦とは日本の潜水艦はそもそもの基本が全く違うんだよね。アメリカ海軍の最新攻撃型原潜は乗組員が130名以上のバージニア級で水中排水量7800トン、全長 114.8 メートル、全幅 10.4 ム、喫水が 9.3 メートルという大型潜水艦なんだ。なんといってもこのバージニア級は原潜だから、水中の最大速力も30ノットを軽く超えると見られているよ。オーストラリアはこのスピードとそれによって拡大する行動範囲の広さ、
トマホーク対地巡航ミサイルによる長距離対地攻撃能力が欲しかったものと推測できるね。今まで原子力の軍事利用をオーストラリアは日本同様に施行してはいなかったんだけど、このオーストラリアの路線変更が刺激となったのか、一部から原潜の保有を検討すべるべきではないかという主張が湧き出してきた空気もあるんだよね。しかし、まずは冷静に潜水艦の用途を再検討することから議論を始めるべきではないかと思うぜ。良いことずくめのようなバージニア級潜水艦だけど、建造にかかる経費は1隻約3000億円とも噂されていて、最新鋭の太平型が約800億円だから、比較しても約4倍にもなろうとする巨額な金額なんだよね。維持管理などの経費をしっかりと考えた場合、沿海への進出を主目的とはしていない現在の日本に、本当にこういった潜水艦は必要なのかなって思うよ。原潜の耐用年数が尽きて退役となった場合、処理はどうするのかという問題も解決しなければならないからな。原子力の恐ろしさを東日本大震災を経験した日本人だからこそ、こういう部分も絶対に忘れてはならないよね。こうしたファクターを洗い出した上で、果たして日本は本当に原子力潜水艦を持つべきなのか、その是非について深い議論が必要なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、てなんか二人とも元気なくない？いや、ここ最近ありえないほど気温が高すぎて早くも夏バテだよ。確かに、しかもこの部屋エアコン18度だから外との差がありすぎて体がきついもんな。それじゃ今日の雑学は、夏バテについて話そうかな。みんなは夏バテって言葉どこから来たかわかるかな？イメージだけど、ニュースキャスターとかテレビが作ったワードとか？それか専門家が作ったのかな？お、いい線いってるね。でも違うんだね。ならなんなの？それじゃ解説していくよ。夏バテの言語には諸説があるんだが、有力なのは、競走馬が走り疲れて足がもつれることを意味する競馬用語で、バタバタになるが縮まって、バテるになったという説が一つ目の説で、もう一つ有力な説があるんだけど、疲れ果てるのはテルが転じてバテルになり、スポーツ選手たちが俗語として使ったのが広まったそうだよ。そうだったんだね。そっちじゃなくてなんか対策かなんかないの？あ、そっちが良かったかな？夏バテになってしまったそこのあなた、今から対処法を伝授するよ。冷房で夏バテになっているあなたは、温度を26か28度に設定して、なるべく体を冷やさないように生活をしようね。夏場は暑いからシャワーになりがちなんだけど、しっかり湯船に浸かってしっかり体を休めることも夏バテ対策の一つだよ。要は体を冷やさず、よく休めってことだな。まあ簡単に言うとそういうことだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録してね。米国ロールスロイス社がテンペストで検討している戦闘機の発電所化することが可能なのか疑問に感じる方はいると思うんだ。結論から言うと理論的には可能なようだぜ。ただ、高エネルギー兵器を搭載するなら避けて通れない道であり、発電できるエンジンの仕組みに IHI エアロスペース社の XF9 技術が必要ということが分かっているぜ。この世の中、何にでも小型化が必要とされている時代だもんね。高出力の性能はやはりイギリスの目の付けどころは違うな。これによる日英同盟となるのかも気になるところだぜ。そうだね。さて今回は、次世代戦闘機のジェットエンジンが発電所となるのか紐解いていくよ。それじゃあ行ってみよう。防衛省は昨年末の2021年12月22日に航空自衛隊が現在運用中の F2 戦闘機の後継機種である次期戦闘機に搭載するエンジンの開発と実証実験を、日英共同で実施していくことを正式に発表したね。2019年に防衛装備供給技術研究本部に次期戦闘機用試作エンジンとして XF9 を納入した IHI 社が参加し、イギリスからは開発中の第6世代戦闘機テンペストのエンジンを手掛けるロールスロイス社が参画し、ちょうど2022年1月から事業をスタートさせて両国の次期戦闘機に搭載するハイパワースリムエンジンの開発が進められているんだ。2035年から逐次退役していく航空自衛隊の F2 戦闘機の後継機種開発について、当初は既存の機体導入も考慮されていて、第5世代ステルス戦闘機 F22 ラプターに同じく第5世代ステルス戦闘機である F35 ライトニング2のアビオニクスを搭載する、アメリカのロッキード・マーティン社からの提案や、ボーイング社が提案する F15EX イーグル2、イギリスの BAE システムズ社が提案するユーロファイタータイフーンベースの新機体なども検討されていたよ。それらの検討が2035年から2050年にかけて有事の空中戦を優勢にするために必要な戦力となり得る戦闘機であること、新技術導入への拡張性があり日本が独自に回収する自由度が高いこと、
国内企業が開発製造に参画すること、開発製造整備などについて低コストであることなどが選定のポイントとなったみたい。それらを踏まえて、2018年12月18日の政府閣議にて防衛計画の大綱と31中期防衛力整備計画において将来戦闘機については、F2 戦闘機の退役時期までに防衛上の中核となる新戦闘機開発を、国際協力を視野に我が国主導で開発に着手するとして国際協力を得ながら、国内企業の主導で開発を進めていくことが決定されたんだ。次期戦闘機に関しては2010年8月に防衛省が将来の戦闘機に関する研究ビジョンを公表して I3 ファイターを提唱し、旧技術研究本部現防衛装備庁と三菱重工社が、高性能ステルスの実証実験用として X2 先進技術実証機心神の製作と試験を2017年まで実施しているよ。そして2020年10月にはデジタルモックアップを作成した三菱重工社を開発主体とする正式契約が発表され、その他にも国内企業として川崎重工社、スバル社、IHI 社、三菱電機社、国際技術開発支援企業としては2020年12月に、F-22 や航空自衛隊への導入を進めている F-35 の開発製造元のロッキード・マーティン社が選定される方針が決定しているな。過去に X-2 先進技術実証機を製作して飛行させるなどステルス性能の実証は実施していたものの、日本は高性能ステルス戦闘機の開発経験はなく、またコンピューターを駆使して仮想空間で設計作業を行うデジタルエンジニアリング技術による航空機開発経験もないのが現状だぜ。そういった理由から F-22 や F-35 の開発実績があって、デジタルエンジニアリングの高い技術力と経験を持つロッキード・マーティン社の協力を仰ぐことによって、設計だけでなく電子機器やコンピューターなどとのミッションシステム統合などについて着実に進めていくことにしたってわけだね。また、次期戦闘機に関しては航空自衛隊が併用する F-35A-B との相互リンクによる運用性が求められている以外にも、在日米軍間の相互リンク、データ交換などのネットワーク構築においても、ロッキード・マーティン社の支援によって円滑にことが運んでいくんじゃないかな。ただし、ロッキード・マーティン社との共同開発においては、かつて F2 戦闘機の開発でベースとなった F16 ファイティング・ファルコンの革新部分については、ブラックボックス化されて技術導入が闇に葬られたことが再び起きる可能性があることも懸念しなければならないぜ。また、次期戦闘機のエンジンに関しては防衛装備庁と IHI 社で開発を進めている、国産ジェットエンジン試作機の XF9 がすでに有力視されており、2018年6月に試作1号機が完成し防衛装備庁に納入され2020年7月まで性能確認試験が実施済みなんだって。この XF9 は、2019年4月10日には最大水力確認試験の映像が公開されており、当初の要求性能である水力11トフを発揮し、アフターバーナー使用時には15トフを達成している代物だね。しかし、高ステルス性能の機体の開発経験がないのと同じく、戦闘機用の大出力ターボファンエンジンの量産経験がないことから、エンジンにおいてもリスク低減のための海外企業支援が必須であり、防衛省ではエンジンにおいても機体やアビオニクスと同様に米国企業の協力を得ての共同開発を考察し、次期戦闘機以外への搭載によって量産されることでコストダウンを図れると見積もっていたんだ。そう考えていたが、米軍では XF9 を米国企業が共同開発したとしても自国戦闘機に採用するつもりが全くないためコストダウンすることは皆無で、むしろ開発費用の高騰や日本の負担増が推測され、実用化後もパーツ購入やメンテナンスなどで高額な費用を要求される恐れが指摘されたな。そこで防衛省は、航空自衛隊の次期戦闘機とほぼ同時期の実用化を目指してテンペストの開発を進めているイギリスに目をつけたんだ。それでそのエンジン開発を担当しているロールス・ロイス社が候補として挙げられたってことなんだね。そういうこと。イギリスではテンペストの新開発は自国が主導するという意思は貫いているものの、開発コストの低減やかかる期間の短縮が期待できるとして、諸外国の開発参加も検討していたため、常設的な参加ではなく技術共有などの協力でも良いという姿勢なので手を組みやすいと見られているよ。背景を語るとロールス・ロイス社と IHI 社は、戦闘機以外のジェットエンジンを共同開発した実績があり、IHI 社の技術が高く評価されていることも認識しており、共同開発が進めやすいとされているぜ。それに全く同じエンジンにならないとしてもパーツの共有などによるコストダウンを期待しているみたい。ロールス・ロイス社事業開発未来プログラム担当エグゼクティブバイスプレジデントであるアレクサンダー・ジノ氏は、強力なレーダーや高エネルギー兵器の搭載が想定されるテンペストのエンジンは、空飛ぶ発電所と呼ばれるほどの高い発電能力を持つことが理想としており、
高い発電能力を持つ日本製 XF9 はその理想に近いとしてイギリス側に高く評価されたと言われているんだ。イギリスが日本の能力を認めたってわけだね。しかも、ロールスロイス社では世界温暖化の解消に向けた脱炭素化に多額の SDGs 投資もしていることから、地の氏はテンペストのエンジンにおいても環境に優しいクリーンなエンジンを目指すと述べており、次期戦闘機のエンジンとしてコンパクトで大きな推力を発揮し高い発電能力を持つが、環境に優しいものが開発されて搭載されるかもしれないと世界中が注目しているんだ。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、ポテトチップスについてだよ。ポテチ大好き。あれは人をダメにすると言っても過言じゃないほどハマる食べ物だよな。ほんとだよ。夜ご飯なんてポテチだけで十分だもん。体に悪いから、ちゃんとご飯は食べようね。そんなみんなが大好きなポテチの誕生について解説していくよ。ポテトチップスは、1853年にアメリカのムーンレイクロッジというレストランで誕生したそうだよ。もともとメニューには載っていなかったそうなんだけど、シェフによって考案されたものなんだ。そうなんだ。てっきりお菓子メーカーが作ったものだと思っていたよ。うんうん。きっかけはわがままなお客さんのせいだったそうだよ。どんなわがままだったの？フライドポテトが熱すぎると何度もクレームをつけたそうなんだ。そんなのただの嫌がらせじゃないか。その通りだね。あまりにも作り直しを要求されたためクラム氏は、嫌がらせにポテトをこれでもかと薄切りにしてあげたそうなんだ。それをお客さんに食べさせたところ、意外と好評で、正式なメニューとして追加されることとなったんだ。なんか意外な誕生だったな。そうして日本にカルビーが誕生したわけだな。それが日本に最初に発売したのはカルビーじゃないんだよ。え、そうなのか？そうだよ。今でこそ200種類以上のポテチを発売したポテチの王様カルビーなんだけど、最初に発売したのは湖池屋なんだ。僕もてっきりカルビーかと思っていたよ。まるで左アッパーを食らったみたいに面食らったよ。いや、それは盛りすぎでしょ。話に戻るけど、日本に最初に来たのは、終戦後で1945年頃と言われているんだ。アメリカで初登場してから100年近く後のことで、当時はハワイのメーカーであるフラジル氏のポテトチップスが発売され、なかなか一般市民が手を出しづらい高級品だったんだ。そして、1962年に初めて湖池屋が着手し、日本にポテチ文化が広がっていったんだ。ちなみになんだけど、その湖池屋が出した最初のポテチはやっぱり薄塩なの？なんと一番最初のポテチは、海苔塩なんだ。めちゃくちゃ意外だね。てっきり薄塩かと思ったよ。その後に、カルビーが薄塩を出したから、薄塩は2番目ってことになるね。そうだったんだね。これはポテチを食べるときにみんなに自慢げで話せる雑学だね。俺もポテチ食べるときは、披露したいと思うぜ。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。ロシア・ウクライナ戦争の戦果としてロシア国防省は2022年6月21日、アメリカなどがウクライナに供与している M777-755mm 榴弾砲を、無人航空機の攻撃によって、なんと1日で15門も破壊したとする内容を発表したよ。?1 日で15門も破壊したの？それが本当ならすごいと思うけど、ロシア国防省はその証拠と称して、M777-755mm 榴弾砲本体と、それを牽引する車両が攻撃によって破壊され炎上する動画も公開してはいるみたいだな。果たしてこれが本当に1日で15門もの戦果を上げたことを意味するのかは定かではないけどね。さて今回はロシア国防省が M777-755mm 榴弾砲を、たった1日で15門も破壊したと発表したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。個人的にはこれまでのロシアの情報戦の傾向を考えれば、アメリカをはじめとする西側諸国の最近の兵器供与の象徴として、ウクライナ軍に多大な恩恵をもたらすと思われた M777-755mm 榴弾砲を、無意味だと思わせるためのフェイク情報に聞こえるよね。ただしロシア・ウクライナ戦争の直近の戦況としては、東部のルガンスク州の実質上の州都とも目されたセベロドネツクから、ウクライナ軍は撤退、ロシア軍が同地を制圧下に6月25日に収めたことから、ロシア側の勢いは強まっているぜ。ウクライナ軍自身はセベロドネツクから戦術的な撤退を行い、西方のリシチャンシクに拠点を移し、セベロドネツクよりも標高が高いその地から、ロシア軍の進撃を阻む構えを見せているが、これも危うい状況だと目されているな。セベロドネツクからリシチャンシクに兵を進めるには、ロシア軍自らが3つの橋全てを破壊しているため、天然の要害と化した。
ドネツ側を溶かする作戦を取らざるを得ないんだけど、これは損害が懸念され、さすがにロシア軍も実施未定のようだね。代わりにロシア軍はリシチャンシクに南方から攻め寄せる行動を行っており、じわじわとこの方面からの侵攻を成功させている模様で、残念ながらウクライナ軍のリシチャンシク放棄も現実味を帯びつつある状況なんだ。リシチャンシクがロシア軍の制圧下に置かれた場合、それはルガンスク州全体を支配することを意味しており、プーチン大統領が現在掲げてているドンバス地域の2州の解放という政治目標のうちの半分が達成されることになるよ。本来ウクライナ軍側もそうしたロシア側の作戦の成果を喧伝されることはなんとか回避したいと考えていたと思われるぜ。だが、それが許されないほどにこの地域でのロシア軍との砲撃火力の差はいかんともしがたい状況なのだろうな。現在のドンバス地域の戦況は、開戦後の方続いていたロシア軍の戦車等の戦闘車両や火砲の物量に対し、西側諸国から供与された精度の高い兵器を活用しての、ウクライナ軍の前線といった図式からは外れたものに移行してきているようだね。当初はウクライナ軍が装備している無人航空機バイラクタル TB2 や、西側諸国から供与された FGM-148 ジャベリン等の、古神経対応の対戦車ロケット兵器の有用性が伝えられたんだけど、最近は兵器そのものの効果はあまり報じられていないよね。ロシア国防省の発表するプロパガンダをそのまま鵜呑みにするわけにはいかないものの、確かに M770-755mm 榴弾砲がすでにアメリカを中心とした西側諸国から、100門以上が供与されたという割には、ウクライナ軍の状況が好転していない感は否めないよ。M770-755mm 榴弾砲のウクライナへの供与が決定された際には、同砲で運用可能な M982EX カリバーという GPS 誘導機能付きの砲弾が、特に効果的なはずだと説明され、その射程距離は 57km にも達すると言われていたんだ。実際5月中旬にはドンバス地域においてドネツ川の渡河作戦を敢行しようとした。ロシア軍の戦車を含む車両等に対し、ウクライナ軍は M770-755mm 榴弾砲とおぼしき兵器で砲撃を加え、総数80両以上、兵員500名弱の損害を強いたことも記憶に新しいよね。この戦果がウクライナ軍から公表された際には、下馬評通りに M770-755mm 榴弾砲と、GPS 誘導砲弾 M982EX カリバーの組み合わせは非常に精緻な攻撃が可能なのだと思われたんだ。だが、以後はこうした戦果報告の例はあまり聞かれないぜ。その理由はつまびらかではないんだけど、ドンバス地域にロシア軍は持てる火砲を集中的に投入しているとされており、その中にはこうした M770-755mm 榴弾砲よりも長いおよそ 90km も及ぶ射程を持つ、多連装ロケット砲 BM30 スメーチなども多数含まれるんだって。このロシア軍の多連装ロケット砲 BM30 スメーチで運用される砲弾は無誘導弾であるため、ピンポイントでの正確な攻撃は不可能とされているんだけど、ウクライナ軍は長いリーチ面で制圧をしてくるこれらに苦戦を強いられているのだろうね。だからこうした脅威に対抗すべく、同様な機能を持つ西側諸国からの、長射程の多連装ロケット砲の供与をウクライナ側は求めていたんだね。数は少ないとはいえアメリカの高機動ロケット砲タルハイマースが送られたらしいぜ。すでにこのハイマースも6月25日前後には実戦投入されたとウクライナ軍側では発表しており、今後は同種の兵器をいかに多く西側諸国が供与できるのかによって、ここの戦場での戦局が左右される可能性もあるね。ただし残念なことに戦力と火力を一定地域に集中させるロシア軍のやり方は、東部地域での戦いで効果を上げていることは事実であり、対照両方的に、西側諸国から兵器の供与を受けるウクライナ軍よりも、ここしばらくは優位に立つように思えるな。さてロシア国防省の発表という点に話を戻せば、6月27日にウクライナの中央部に位置する都市、クレメンチクのショッピングセンターに対し、2発のミサイルが撃ち込まれた件についても実に白々しい主張を展開しているよ。ロシア国防省は翌日の6月28日には、当該のショッピングセンターは、すでに営業は行っていなかったと述べた上で、ロシア軍が放ったミサイルは、この近くのウクライナ軍の武器貯蔵庫に命中、その火が炎症を起こしたものだと断言したんだ。このような主張はロシア・ウクライナ戦争において、これまでも再三にわたって繰り返されてきたことだよね。一部ではそもそもショッピングセンターにミサイルが着弾したことすら、ウクライナ側が捏造したフェイクニュースだとする意見も SNS 上では見受けられたらしいな。イギリスの大手メディアである BBC は、このショッピングセンターにおいて、ミサイル攻撃のあった時点で訪れていた人物や従業員らにインタビューを行っており、同施設が間違いなく通常営業を行っていたと報じているよ。無論新ロシア派からすれば BBC はウクライナ擁護の立場に立脚しており、
全てがフェイクニュースだと強弁するだけの水かけ論が延々と続くのだろうけど、そうした主張を信用する側が西側諸国で大多数を占めることは厳しいと思われるね。そういえば、元は日本の外務省の職員で不正疑惑から退職を余儀なくされ、今は軍筆業を生業としている新ロシア派の帽子は尖閣諸島が日本の領土だと言っても、実際にそれを見たり訪れた日本人はほとんどいないと述べていたな。故にそこは日本の領土だと言っても、後天的にそうした知識を与えられて、思い込まされただけであって意味はないというような文脈だったぜ。そんな理屈が許されるならば太陽にだって、人類は誰も言ったことはないけど、それは確実に存在しているじゃん。様々な事象において発信者が自分に都合の良い理屈を並べているだけなのか否かは、得てしてこうした単純な事実からも判断ができると思えるんだけど、格もたやすくフェイク情報が拡散されることには危機感を禁じ得ないよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今日も雑学行ってみよう。待ってましたー。今日は以下の心臓が3つある理由や機能などについて解説するね。人間は心臓が止まると死んでしまうね。当然だけど心臓は1つしかなく、心臓なくしては生きられないため、とても重要な臓器だね。しかし、地球には心臓を複数持っている生物がいるのを知ってたかな？その脅威の生物の正体は、イカなんだ。よく食卓にも並ぶイカが、実はそんなに驚異的な体の構造をしているとは知らなかった人が多いんじゃないかな。それじゃあなぜそんなに心臓があるのか、そして体の作りはどうなっているのか、解説していくね。イカの運動量は多く、泳ぐスピードはとても速いんだ。イカというと海の中でゆらゆらと優雅に浮いて泳いでいるイメージがあるかもしれないけど、大きいサイズのイカでは時速 40km 程度の速さで泳ぐことができるそうだよ。そして、イカは決してただゆらゆら漂っているだけではなく、海の中での動きはとても活発なんだ。動き続けるためには当然だけど酸素が大量に必要となるよね。イカが活発に動き続けるために、イカには心臓が3つも備わっているということなんだ。ちなみに、イカの心臓は1つがメインの心臓で、残りの2つは補助的な心臓だそうだよ。補助の心臓は左右のエラに備わっているんだ。実はイカには他にも面白い豆知識、雑学があるんだ。イカの握力は海の世界の中でもトップクラスなんだ。一度でも獲物を捕獲してしまうと、絶対に逃がさないような腕力の持ち主なんだよ。そして、顎の力もとても強く、捕食する際には獲物が原型をとどめないほど粉々に砕いてしまうんだ。それとね、イカは実は貝の仲間なんだ。貝といえば頑丈な殻に守られた生物をイメージするよね。軟体動物でぐにゃぐにゃして柔らかいイカだけど、実は貝の仲間だったんだよ。現在の姿からは似ても似つかないけど、大昔のイカには殻がついていたそうだよ。しかし、進化の過程で不要となり、より早く泳げるように進化を遂げた結果、今の姿になったんだ。そのため、もともとは貝の仲間で、今では遠い親戚といったところかな。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。海上自衛隊ではこの2022年5月24日に製造元である、新名は工業から通算で8機目に当たる US2 救難飛行艇の引き渡しを受けたらしいな。同隊の岩国基地にこの機体は配備されることとなり、今後の日本での海難救助活動に従事するようだね。これでさらに多くの要海難救助者を救えるようになるね。その通りだね。さて今回は、海上自衛隊に新名は工業製の大型飛行艇。US2 の8機目が納入されたことについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。さて US2 救難飛行艇は乗員11名、全長 33.25m、全幅 33.15m、全高 10.06m の大きさを誇る世界でも最大規模の飛行艇であり、時速は最大で約 580km、巡航時で約 470km、航続距離も 4700km に達するんだ。なんといっても US2 救難飛行艇の最大の特徴は、離水距離が280メートルで着水距離が330メートルと圧倒的な短距離着水が可能な点で、着水可能な波の高さも3メートルと世界の飛行艇と比しても最高の性能を実現している部分じゃないかな。これは世界9カ国で採用されているカナダのボンバルディア社製の CL415 飛行艇でも、離水距離が808メートルで着水距離が665メートル、着水可能な波の高さが 1.8 メートルであることを考慮すればいかに高性能であるかは理解できるよね。しかし US2 救難飛行艇の場合には海上自衛隊以外に採用例はなく、
その少数生産の絡みもあって1機あたりの製造コストはおよそ120億円超と高額であり、おいそれと海外の見込み国に購入を決断させる額だとは言い難いのも事実なんだ。US-2 難飛行艇の有力な輸出先だとこれまでも複数回にわたって報じられてきたのがインドでなんだけど、同カテゴリーのロシア製の B-200 飛行艇は大幅に性能では劣るものの、1機あたりはおよそ75億円とリーズナブルってわけ。もともとロシアから複数の航空機を調達しているインドからしてみれば、単純に金額的な点はもとより運用に際してのアフターフォローも重要であり、そうした部分からもこれまで付き合いの長いロシアの優位性は高いと思われるよ。ただし今後は今年2022年に発生したウクライナ戦争の影響で、西側諸国からの経済制裁の続くロシアの航空業界の生産能力は著しく低下する恐れもあり、B-200 飛行艇にもそうした問題が発生する可能性は少なくないだろうな。ウクライナとロシアの有事はいろんな国に影響を与えているよね。まあ一番きついのは当事者であるロシアだろうけど、自業自得の結果ではあるがな。それでもインドは西側諸国に歩調を合わせた対ロシア政策は行っておらず、行き先を失ったロシア産の原油を購入する等独自の路線を選択しているため、価格面を含めて折り合いがつけばロシアとの取引を躊躇するとは考えづらいんだよね。US-2救難飛行艇はその外観のデザインや救難飛行艇としてのコンセプト自体は、1976年から2017年まで運用された前モデルの US-1 飛行艇を踏襲したものとなっており、こちらも同様に新名は光陵が手掛けた機体となっているよ。ただこの US-1 飛行艇も独自に開発された機体ではなく、1970年に当時の海上自衛隊が採用した PS-1 という対戦哨戒用に新名は光陵が製造した飛行艇がベースになっており、そこから派生したものだったんだ。US-1 飛行艇はその当時脅威となっていた旧ソ連の潜水艦に対抗すべく、機体自体を海面に着水させた後に搭載する吊り下ろし式の対戦用ソーナーを使用する形式であったんだけど、この方式はすぐに陳腐化してしまったよ。当時世界の対戦哨戒の分野で最先端を行くアメリカ海軍では、1968年に初飛行させたロッキード社の P-3C 対戦哨戒機において、その機体から投下するその V 式の潜水艦探査手法を実用化し、これがすぐに標準となるんだ。そのため海上自衛隊では US-1 飛行艇の調達を23機で打ち切り、1981年にアメリカ海軍に倣ってロッキード社製の P-3C 対戦哨戒機を導入する運びとなり、同期は日本では川崎重工業者がライセンス生産を行うなど100機以上が調達されたよ。ちなみにその後海上自衛隊では川崎重工業者製の国産の P-1 哨戒機を2013年に正式採用しているが、2020年度末においても P-3C 対戦哨戒機44機の保有を継続しており、残るこれらを海外の国々に対して払い下げる計画も浮上しているぜ。またここで P-3C 対戦哨戒機を代替することとなった川崎重工業者製の P-1 哨戒機だけど、地方を広い領海で囲まれた日本ゆえに調達予定数は70機前後に達すると目されており、2020年度末ですでに29機が運用されているよ。P-1 哨戒機も日本政府の武器輸出の規制緩和を受けて海外への販路の開拓が模索されているんだけど、候補とされた大半の国々においてアメリカのボーイング社製の P-8 哨戒機が採用されており、やはり海外輸出の壁は厚いのが実情だね。さて US-2 救難飛行艇だけど、PS-1 対戦哨戒飛行艇から US-1 飛行艇と続く中で開発されたことは前述した通りではあるんだけど、製造元である新名は光陵はこれらにつながる飛行艇を太平洋戦争まで開発製造を行っていた経緯を持つんだ。新名は光陵の前身の企業は川西航空機であり、この川西航空機は錦大艇の通称でよく知られている錦大型飛行艇を当時の大日本帝国海軍に納入しており、そこで培われた技術ノウハウを継承しているってわけ。錦大型飛行艇は太平洋戦争期において大型飛行艇における世界屈指の性能を誇る名機として語り継がれており、川西航空機の菊原静雄騎士を中心に開発された機体であり、1942年に時の大日本帝国海軍での正式採用を勝ち取ったよ。菊原静雄騎士はこの二式大型飛行艇以外にも川西航空機において、大日本帝国海軍の局地戦闘機として高名な紫電及び紫電海を開発した設計技師で、日本の航空機製造に多大な足跡を残した人物として記憶されているな。日本の偉大な職人さんだね。今の産業の根幹を作ってきた技術者のおかげで、今の生活があるって考えたら、本当に感謝だよ。錦大型飛行艇が開発されるに至った経緯としては、第一次世界大戦後の世界の軍縮の流れが大きく影響しており、アメリカ海軍を最大の仮想敵とする大日本帝国海軍が水上戦闘艦の建造を、航
この間の軍縮条約等で規制されたことが起因しているようだね。ここで大日本帝国海軍は水上戦闘艦の代わりに航空機による攻撃によってアメリカ海軍と対峙する構想を打ち出し、大な航続距離を持つ陸上攻撃機によってそれらを射程距離外から叩く戦術の実現を志向したんだ。もともとはあくまで大型の陸上攻撃機の開発が求められたのだが、第一次世界大戦の結果、日本の委任統治領とされた元ドイツ領だったミクロネシア島の島嶼部では、そうした大型の陸上攻撃機を運用可能な飛行場の確保が困難だったからな。そのため飛行場を使用せずとも海上から飛び立てる大型の飛行艇の開発が行われることになり、これに応える形で川西航空機が送り出したのが97式飛行艇であり、1936年に大日本帝国海軍に正式採用されるに至ったぜ。この97式飛行艇は国産初の量産された4発の機関部を備えた大型の飛行艇であり、これをベースにさらなる大型化を図った機体の開発が1938年から着手され、1940年12月に完成したそれが1942年に正式採用され錦大型飛行艇となったってわけ。錦大型飛行艇は全長 28.13 メートル、全幅 38.00 メートル、全高 9.156 メートルの規模となり、時速は最大で約 470キロメートル、航続距離はおよそ 8200キロメートルにも達し、兵装として最大2トンまでの爆弾と航空魚雷2本を搭載可能だったよ。それじゃあ今回はこの辺で、次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は SOS についてだよ。 SOS といえば助けてて意味だよな。でも何の略なんだろうね。実は SOS は略語じゃないんだ。え、そうなの？そこを今日は解説していくよ。 SOS は現在は助けが必要な時や救助を求めるための合図や記号に使われている言葉なんだ。それは結構常識だよな。よく見るのが、無人島なんかで遭難して浜辺にでっかく SOS を何かで作って、飛行機なんかに知らせるっていう使い方が多いよな。そうだね。SOS という言葉は、もともと海上で遭難した時に船舶から救助を求める時に使われる遭難信号だったんだ。遭難信号を送る際にはモールス符号が使われていて、SOS をモールス符号で送ることで、救助を求めていたんだ。なんか僕のイメージは、無線なんかでいいそうだったんだけど、モールス符号だったんだね。そうだよ。そして、時代が経過するのにつれて SOS はもっと広い意味で使われるようになり、現在のような救助全般を求める記号になっていったんだ。SOS にも歴史があったんだね。でも SOS ってどんな略語なんだ？実は SOS には略語がないらしく、仮説ではセーブアワーシップ私たちの船を助けてや、セーブアワーソウル私たちを救ってという頭文字から取ったらしいよ。でも、言われたらそれっぽいけど、正式な答えがないのにニュアンスだけ浸透している感じなんだね。その通りだね。でも、さっきも言ったように SOS は海上で遭難した時に使われていたモールス符号でしかなく、特に意味があるわけではないんだ。しかも、モールス符号は点とマイナスを組み合わせることによって文字を表現する通信手段であり、SOS をモールス符号にするとという表現になるんだ。単純にこのモールス符号が覚えやすく、打ち間違いが少ないことから使われているだけなんだ。そうだったんだね。なんか、SOS も意味がありそうで、使いやすいだけだったんだね。だが、これでモールス符号を覚えられたな。そうだね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。2022年7月16日にウクライナ政府のアレストビッチ大統領府長官顧問が、長射程のロケット砲が配備されるなどして、技術的に可能になれば、クリミア半島とロシア本土を結ぶクリミア橋は真っ先に攻撃対象となると述べたよ。ウクライナはこれを機にクリミア半島を取り返したいと思っているんだろうね。このようにロシアの貴重な独立系報道機関である日刊全国紙の、コメルサント氏が伝えたことについて、ロシア上院のクリシャス憲法法制委員長は17日に、この発言に強く反発する談話を発表し、全ウクライナを武装解除して非ナチ化を進めるべきだとして、ウクライナに対する軍事作戦を強化すべきだと訴えているようだな。この件との関連性は不明なんだけど、ウクライナ側の発表によれば、クリミア半島のセバストポリ軍港に入港していたロシア海軍黒海艦隊の艦艇が、ロシア本土側にあるノボロシスク港に移動したと伝えられているよ。さて今回は、そんなウクライナ高官によるクリミア橋攻撃指示に、ロシアが反発したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。アメリカ軍から供与された高機動ロケットシステム、ハイマースを配備したとされているウクライナ軍に対して、現時点ではアメリカが供与を否定している、射程距離 300km を誇る、
地対地ミサイル MGM-140A タクムスのブロック 2A が供与されて、セバストポリに向けて発射された場合に黒海艦隊の艦艇が、危険にさらされるとの判断であろうと見られているよ。この MGM-140A タクムスはハイマースだけでなく、新たにウクライナに供与された MLRSM-270 からも発射可能なミサイルで、現時点ではアメリカのバイデン政権はウクライナに供与してロシア本土を攻撃した場合に、核戦争に結びつく可能性があるとして供与を否定しているんだけど、もし方針が転換されて供与された場合にはウクライナ本土から、クリミア半島の東岸にあるクリミア橋の攻撃が可能とされているんだ。クリミア橋は、アゾフ海と黒海を結ぶケルチ海峡を結ぶ、ケルチ海峡フェリーの代替として2015年5月から建設が開始され、道路部分が2018年5月15日に開通、鉄道部分が2019年12月23日に開通した橋で、ロシアのクラスノダール地方にあるタマン半島と、クリミア共和国のクリミア半島の間を結ぶ、全長 18.1km 道路橋は 16.9km の、ヨーロッパで最も長い鉄道道路併用橋となっているよ。ロシアが2014年3月にクリミア半島を併合したものの、半島北部の大陸とつながっている部分はウクライナ領であり、ロシアはクリミア半島へ陸路による到達手段がなく、さらにケルチ海峡フェリーは悪天候によってしばしば欠航するため、ロシア本土とクリミア半島の間では車両の長い列が見られたというぜ。この橋の建設は併合したクリミア半島を保持するというロシアの決意を表すものであり、クリミア半島をロシア領と物理的につなぐものとして、橋の設計と建設はロシアによって一方的に行われたんだよね。ロシアが強引に建てた橋ってことなんだね。ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、クリミア併合を行った翌日の3月19日に、ケルチ海峡に鉄道道路併用橋を建設することを表明して、2015年1月にはプーチン大統領と親交が深いと見られている、アルカディ・ローテンベルクが運営する、ストロイガズモンタジ SGM 社がクリミア橋梁建設を受注したんだ。ウクライナ政府は、ロシアによる建設を違法として厳しく非難し、ロシア側に一時的に占領下にあるウクライナ領内にあるその構造物の部分の撤去を求めた上で、クリミア橋の建設に関与した企業に対してはアメリカと欧州連合 EU から制裁措置が導入され、2018年12月以降における国連総会では橋の建設と、その開通についてクリミア半島のさらなる軍事化を促進するとし、橋の高さによってアゾフ海沿岸にあるウクライナの港湾に出入りする、船のサイズを制限するとして、繰り返し非難しているよ。しかし、ロシアはこの周辺のロシア地域の住民のための輸送インフラを建設することにおいては、誰の許可も求めないと主張して、国連決議に全く従うつもりがないことを明らかにしていたってわけだ。ウクライナはアゾフ海に3つの主要な港ベルジャンシク及びマリウポリがあり、そこを通じて鉄鋼や農産物を輸出しているために、このクリミア橋はロシアによってウクライナのアゾフ海にある港湾を、部分的に封鎖するものであるとしているほか、橋元を通過するのには、ロシアによる船舶検査が必要で、そのことで通過が許されるまで、3日間待機させられている船舶もあって、流通が滞っていると主張していたよ。クリミア橋のメインスパンの橋桁下の高さは海面から33から35メートルであり、ウクライナ海事当局によれば、ウクライナが使用している多くの貨物船舶は、橋の下を安全に通過するのが難しいとしていて、バラ積み貨物船のコパン最下重量17,777トンなどは、この問題を解決するためにマストの上部を切り落とす必要があるとされ、2018年10月26日にカナダのザ・グローブ&メール氏は、ウクライナ国内の情報源を引用して、この橋によってアゾフ海の港から、国会に出港するウクライナの貨物船舶などの往来が約 25% 減少したと報じていたんだ。現時点ではバイデン大統領がウクライナへの英タクムス供与には同意していないため、ウクライナ軍がクリミア橋を爆破するためには航空機による空爆か、もしくは特殊部隊を潜入させての破壊工作しか手立てがないぜ。しかし、ウクライナ側の発表によると、クリミア半島においては、ウクライナ軍が南部ヘルソン州で反攻に転じていることに呼応するかのように、住民によるロシア軍へのレジスタンス活動が始まり活発になっていると伝えられているんだ。ウクライナ軍は7月11日に、ヘルソン州にあるロシア軍の弾薬庫を破壊したと発表したんだけど、これはアメリカ軍が供与したハイマースによるものとされているよ。また、7月12日未明には南部ザポリージャ州のエネルゴダルにある、新ロシア畑総勢力の拠点に、無人機ドローンによる攻撃があったとされているほか、同州のメリトポリ近郊のロシア軍駐屯地でも複数回の爆発があったとされ、ハイマースや長射程の 155mm 榴弾砲弾 M982 エクスカリバーが使用された可能性があると指摘されているみたい。
ウクライナのゼレンスキー大統領がクリミアに設置している常駐特別代表が明らかにしたところによると、ウクライナ軍の関連組織国民レジスタンスセンターが7月10日にクリミア半島のセバストポリでロ側に襲撃を警告するビラが配布されていると伝えているんだって。このセバストポリおけるウクライナ国民によるレジスタンス活動の高まりを恐れ、戦術したようにロシア黒海艦隊がセバストポリを離れてノボロシスク港に撤退したのではないかとして関連を疑う見方も出ているぜ。このロシア占領地におけるウクライナ国民のレジスタンス活動は北部にあるウクライナ第二の都市ハリキウでも報告されているなど、前線の後方で盛んになっているね。その陰には後方撹乱などの特殊心理戦を担当するウクライナ特殊作戦軍の存在が噂されているよね。その指導と活動を支援しているとされるアメリカ陸軍特殊部隊グリーンベレーやイギリス陸軍特殊空挺部隊 SAS の協力もまた非常に大きいとされていて、これらレジスタンス活動の他にゼレンスキー大統領の身辺警護にも協力していると見られているんだ。こうしたウクライナ政府に対するアメリカとイギリスの特殊部隊による水面下の支援については、実際には2014年にロシアがクリミアに侵攻して併合した頃から続いていると見られ、両国の情報機関はウクライナの情報機関ウクライナ保安局 SBU、 対外情報局 SZR、 国防情報局 GUR などへの協力を行い、特殊部隊はウクライナ軍の訓練指導などを行ってきたんだけど、2021年後半にロシア軍がウクライナ国境へ大軍を展開したために大幅に強化されていたんだよね。つまり2014年から2022年2月の侵略開始までの間に、これらの組織間における各種シミュレーションは綿密に行われていたと見られ、ウクライナが侵略前の予想以上の健闘を見せている背景にはこれらの動きが貢献していると見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録よろしくね。それじゃあ今日も雑学いってみよう。待ってました。今日はティーカップにお皿がつく理由について解説するよ。一般的に紅茶を飲むためのティーカップにはソーサーと呼ばれる受け皿が付属しているね。かつてのソーサーは底の深い形状で、カップにソーサーが付属するのは紅茶を注いで飲むための器だったためなんだ。その当時は紅茶をソーサーに移して飲むのが正しい作法だったと言われているんだよ。ヨーロッパでお茶が飲まれるようになったのは17世紀に入ってからで、1610年にオランダの貿易会社である東インドの会社が日本から緑茶の輸入を開始したんだ。ヨーロッパで最初に飲まれるようになったお茶は日本から輸入された緑茶だったんだ。その後、日本が鎖国を行うと、ヨーロッパでは中国からの緑茶の輸入が主流となったんだよ。17世紀中頃に中国で誕生した紅茶がヨーロッパへ伝わり、その味わいが西洋人の好みに合い、緑茶より人気になっていったんだ。貴族から庶民まで紅茶を飲むようになったが、イギリスやオランダでは、お茶が輸入され始めた頃にはティーポットがまだ輸入されていなかったんだ。そこで、まだ取っ手のないティーカップに茶葉を直接入れ、お湯を注いで飲んだんだよ。しかし、この飲み方だと茶葉が口に入る場合もあり、これを防ぐ方法としてお茶をソーサーに移して飲んでいたんだ。また、ヨーロッパでは熱いものを飲む習慣がなかったことから冷ます目的もあったと考えられているよ。18世紀になるとヨーロッパでもティーポットが作られるようになり、お茶をソーサーに移して飲む習慣はほとんどなくなったんだ。その後、ティーカップには取っ手がつき、現在のようなソーサーとセットになったんだ。ティーカップに皿がつくのはかつての習慣の名残なんだね。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。ウクライナ軍が2022年6月17日に、黒海においてロシア海軍のタグボートを撃沈したとしているみたい。連日ウクライナとロシアについてのニュースは絶えないね。なかなか終わりが見えてこないな。そうだね。ウクライナ軍によると、このタグボートはロシア海軍黒海艦隊所属の22870型救助衛船ワシリーベフであるとされ、ロシア軍が2月24日の侵略開始時に占領した、黒海に浮かぶ戦略的要衝のズミイヌイ島スネーク島に地対空ミサイルなどの兵器や弾薬人員を搭載していたとしているんだ。ズミイヌイ島の攻防は凄まじいものだったよね。少数で多数を相手にするっていうおとぎ話のようだったな。うんうん。さて今回は、冒頭で紹介した通り、ウクライナ軍が黒海でロシア海軍のタグボートを撃沈したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ウェブ上で世界の船舶の位置情報を提供しているサイトであるマリントラフィックによると、ワシリーベフは6月14日の夜にクリミア半島にあるセバストポリ軍港を出港していたとされているよ。
ロシア海軍の22870型救助衛船は、ニジニノブゴロド設計局ビンペルによって開発され、遭難した艦艇の救援をその任務としていて、乗組員の救助や、航行できなくなった艦艇の曳航、火災が発生している場合にはその消火、さらには沈没して艦艇を深度60メートルまで浮上させて、水中で作業を行う機能を持っているほか、海上に漏れた石油などの回収や、捜索任務などに当たることができるんだって。今回ウクライナ軍が撃沈したとしている22870型救助衛星ワシリーベフ SB739 は、内陸の淡水湖、カスピ海に北部にあるアストラハン造船工場で寄港されて2016年8月2日に浸水。偽装工事を終えた後、ロシア内陸の水路を経由して2016年11月18日にセバストポリへ開港され、2017年3月7日に就役してロシア海軍黒海艦隊へ編入され、2021年4月19日にスパサーチェリワシリーベフと命名され、2021年6月12日にセバストポリ港内で命名式典が開催されていたんだ。この船名は、2021年1月27日に亡くなった、ロシア海軍のコワシリーフヨードロビチベフ大佐に由来しているな。ワシリーベフ大佐は黒海艦隊の捜索緊急救助作業管理部の主任技術者として、2000年8月12日にバレンツ海で沈没したオスカー2型巡航ミサイル原子力潜水艦クルスクの引き上げ作業や、2014年のロシアによるクリミア併合の際に、クリミア半島からウクライナ本国に戻ろうとする、ウクライナ軍の艦艇の航行を妨げるために沈められた旧式の大型対戦艦オチャコフの引き上げなどを含む、20回以上に及ぶ艦艇救助作業と10回以上座礁した艦船の離脱作業を担当した艦艇救難のスペシャリストだったんだ。救難のスペシャリストが救助船の名前になったんだ。すごく理にかなっているね。救助曳航船ワシリーベフは全長57メートル幅14メートル基準排水量船200トン、満載排水量船670トン速力14ノットで、タグボートとしては大型で外洋を航行することも可能とされ、大型の艦艇を曳航する能力があることから、4月13日に黒海艦隊機関の、スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワがウクライナ軍の地対艦ミサイルネプチューンの攻撃を受け、被弾して航行不能となった際に曳航していたタグボートと見られているよ。ウクライナ軍によれば、ワシリーベフが搭載していた地対空ミサイルは、旧 K330 トールと呼ばれる自走式地対空ミサイルシステムであったとされているんだ。旧 K330 トールは、旧ソビエト連邦が開発した中空から低空域用の短距離防空ミサイルシステムで、1986年に旧ソ連軍に正式採用され、自走式の地対空ミサイルとしては画期的な垂直発射システム VLS が採用されているよ。また、通常の地対空ミサイルシステムでは、指揮車両、レーダー車両、ランチャー車両といったように数量の車両で一つのユニットを編成して運用するんだけど、旧 K330 トールは車両中央にある砲塔ターレットにこれら必要な全てのシステムが集約されていて、一台の車両だけで単独運用可能となっていることが最大の特徴で、派生型の旧 K332 トール M2 では走行しながらミサイル発射が可能とされているんだ。VLS が採用されていることで外見上はランチャーが見えず、そのためミサイルランチャーではなく、地対空ミサイルシステムのうちのレーダー搭載車両のように見えることも特徴ってわけ。搭載されているレーダーは2種類で、捜索レーダーは初期型では機械操作式だったんだけど、旧 K331M トール M1 以降は電子操作式になったため探知距離が伸びたほか、対象目標数が増加して最大48個の目標の探知が可能となり、10個の目標を同時に追尾することができるとされているよ。また、旧 K332 トール M2 シリーズではさらに高性能なフェイズドアレイレーダーに変えられているようだな。ターレットの前面に取り付けられているのは、スクラムハーフ GH バンド後に K バンドに変更パルスドップラーフェイズドアレイ誘導レーダーで、最大追跡距離 20km とされ最大で2発のミサイルの誘導が可能なんだ。このスクラムハーフレーダーそのものは上下不要のみ動作可能で、目標の捕捉時やミサイル誘導時にはターレットごと左右に旋回して目標を追尾するよ。搭載するミサイルは旧 M330 および旧 M331 で、飛行機やヘリコプターなど一般的な航空機だけでなく、無人機や巡航ミサイル、誘導爆弾などへの攻撃にも対応し、有効射程内におけるミサイル1発あたりの F-15 イーグルクラスの戦闘機を想定した標準目標航空機に対する命中率は、26%から75% となっているんだ。このミサイルは、1列に4発が搭載されたコンテナに格納され、トールには2機のコンテナが前後方向に搭載されていて、ミサイルはクレーンによって髪型から装填され、ミサイル本体の先端とノズル部にはそれぞれ4枚のフィンがあって、全部のフィンが稼働することで方向を転換するよ。
ミサイルの誘導方式は赤外線による自己誘導と、レーダー TV 誘導式指令誘導も併用され、JAF や電波妨害などの妨害にも対応できるとされているぜ。VLS はコールドローンチ方式で、ボンベに充填された不燃性高圧ガスにより20メートル上空に射出された後、ロケットモーターに点火して目標に向けて飛翔する方式なんだ。今回撃沈された救助栄光船ワシリーベフにこの旧 K330 トールが搭載されていたのが、本船の方空用に搭載されていたものか、あるいはズミーヌイ島に運搬されていたものなのかは定かではないんだけど、もし防空用に搭載されていたとすれば、狙われた対艦ミサイルを撃墜することができなかったことになり、ロシア軍の対空ミサイルの性能について疑問視する声も上がっているね。今回のワシリーベフ攻撃に使われたミサイルが西側諸国から供与されたハープーン対艦ミサイルであることを、南部オデーサ州のマクシム・マルチェンコ知事が明らかにしているんだけど、これが正しい情報とすれば、このハープーンは、デンマークからウクライナに供与された地上発射型に改良されたものであるとされているんだ。このデンマーク海軍が開発した地上発射型のハープーンは、4機の発射機が大型トラックに搭載されたもので、デンマークが5月23日に開催されたウクライナ防衛接触グループのオンライン会議で供与を表明していたもので、すでにウクライナ軍に渡されたものが黒海沿岸に配備され運用されているものとみられているよ。大型とはいえタグボートにハープーンを使用したことについて、費用対効果を考えるともったいないのではないか?とする声がインターネット上に上げられているんだけど、この攻撃がウクライナ軍にとっては実射試験のような意味合いであることと、ロシア黒海艦隊に対してハープーンが黒海沿岸に配備され、ウクライナ軍のネプチューンと共に、ズミーヌイ島やオデーサに接近する艦艇をいつでも攻撃可能であることをアピールする意味もあったと見る向きは多いよ。ウクライナ軍は現在もロシア軍の地上部隊に占拠されているズミーヌイ島において、ハープーンとネプチューンによって島への補給を断つことで、ロシア軍が島を放棄させる狙いがあるとみられ、そのような事態になれば、ロシア黒海艦隊は黒海西部における活動がかなり制限されるとみられているね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、氷についてだよ。最近は気温が異常なほど高いから氷でキンキンに冷やしたジュースを飲みたいよ。確かにこの時期の冷えたジュースはうまいよな。うんうん。ちなみに家で氷を作るときに市販のロック氷並みの透明な氷を作れるのは知ってた?え、知らなかった。家で作るとどうしても氷の底の方に白いのがつくよね。作り方を教えて。それじゃ解説していくよ。まず氷の底の白いやつなんだけど、水に含まれる不純物と水の融点が違うから、水が外側から凍ることによって、不純物と空気が逃げ場を失って中央に集まるんだ。そして、中央に集まった不純物や空気ごと凍って、氷の中心部分だけが白く濁るんだ。そうなんだ。ってことはあの氷の白いやつは汚れってことじゃん。まあ簡単に言うとそういうことになるね。それじゃ透明な氷の作り方なんだけど、とっても簡単で、ゆっくりと時間をかけて凍らせていけばいいんだ。なるほど、急激に冷やすと白く濁るから、ゆっくり凍らせることにより、水から空気をしっかり抜くことができるってわけだな。おお、さすが理解が早いね。でもどうやってゆっくり凍らせるの?冷凍庫だと急激に冷えちゃうよね。その方法なんだけど、まずはチルド室などに入れて、水の温度を0度近くまで下げるんだ。そして冷凍庫に入れることにより、急激に冷えることを防ぐよ。なるほど、でもそんないい冷蔵庫持ってないよって人はどうしたらいいの?それは発泡スチロールを使った方法だよ。発泡スチロールは熱の伝導率が低いため、水が急激に冷えて凍ることを防いでくれるんだ。また、熱が伝わりにくい容器であれば、全然代用できるよ。なるほど、これでみんなもお店の透明な氷をいつでも作れるね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。終わりの見えないロシアのウクライナ侵攻だけど、当初の見込みとは真逆に大国ロシアの苦戦が伝えられているよね。各国の支援は凄まじいものだからな。世界から大義がないとみなされた場合は、いくら大国でも横暴な振る舞いは許されないってわけだ。そうだね。その証拠の一つとしてウクライナ軍が黒海北西部の制海権を奪い返したという情報をゲットしたよ。範囲としては 100km 海域ということだけど、2014年にロシアが勝手にクリミア半島を併合して以来のことらしいね。ということで今回の主題はウクライナ軍の黒海北西部制海権奪還についてで、それについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年6月6日にウクライナ軍のメッセージアプリのテレグラムへの投稿があって、
黒海北西部のウクライナ沿岸においてロシア海軍の黒海艦隊を駆逐し、沿岸から 100km 範囲の海域における制海権を確保したという内容だったんだ。8年前の2014年、クリミア半島を強引にロシアに奪われた時に、海軍司令部があったセバストポリ軍港に係留されていた艦艇すべてがロシア海軍に接収されたんだけど、それ以来、ウクライナ海軍はほぼ壊滅状態となっていたよね。当然、黒海の制海権はロシア黒海艦隊が掌握していたぜ。2月24日の突然の侵攻以来、ロシア海軍は黒海をほぼ封鎖状態で抑えているな。だから世界第4位の穀物類輸出国のウクライナは、オデーサなどの黒海沿岸の港から穀物類を輸出できなくなっているってわけ。その影響で世界的に穀物価格が高騰してて、このままの状態が続けば世界的な食糧危機へ発展すると不安視されているよね。ウクライナのゼレンスキー大統領によると、ウクライナ国内各地のサイロや港には行き場のない数百万トンの穀物が溢れ返っているそうだしね。ただでさえ在庫が多いのに、このままでは輸出できない穀物は今年秋には現在の3倍になり、7000から7500万トンにまで増加する見通しということだぜ。2022年のウクライナの小麦は豊作が予想されていて、温暖な気候のウクライナ南部は数週間のうちに夏の収穫期を迎えることになるんだけど、収穫した小麦の貯蔵場所はロシア軍のミサイル攻撃や空爆によって破壊されていて、保管する場所がないんだよね。喜ばしいはずの豊作の収穫量に見合うだけの貯蔵場所の確保ができていないんだね。大量の穀物が放置されたまま、腐敗してしまうのではないかという懸念が広がりつつあるぜ。日本を含めた世界各地で小麦の備蓄量が減り、価格が高騰し、一刻も早い供給を待っているというのに、ウクライナからは輸出できないなんて、なんとも歯がゆいよね。そしてウクライナが穀物を輸出できない原因は、黒海を封鎖しているロシア艦隊のせいであると認定しているんだけど、世界の多くも同じ意見でしょう。ロシア側は、ウクライナが敷設した機雷で港が塞がれているから港が使えないという主張なんだ。つまりロシアは穀物輸出ができない責任はウクライナにあると言い張っており、両国の応酬が続いているぜ。プーチン大統領は、穀物輸出停滞の責任を世界中から批判されたことを懸念したのか、5月30日にはトルコのエルドアン大統領と電話会談を行い、黒海の海上輸送の再開に向けてトルコとの協力を協議したことを公表したよ。確かに地図を見ると、黒海の海岸線を一番大きく所有しているのはトルコで、トルコ艦隊がウクライナの船を護衛してボスポラス海峡を抜けて、地中海に出ることができたら穀物輸送に光が差すんだよね。ロシア大統領府発表によると、プーチン、エルドアン両大統領は、黒海とアゾフ海における安全な船舶航行の確保、機雷の排除などについて協議したということだよ。その上で、これはウクライナの港からの穀物輸出にも適用されるとは言っているんだけど、ウクライナの港の中にロシア軍が制圧していないオデーサ港なども含まれているのかどうかは明らかになっていないんだ。つまり、この約束を信じてオデーサから出港した輸送船がロシア艦隊に攻撃されたり、拿捕される恐れもあるってわけだ。ロシアに信用はなくなっちゃったね。まあ昔からあまり信用はなかったけど。ロシア大統領府は続けて、世界的な食料品不足は西側諸国の近視眼的政策のせいで、食料危機の責任は西側諸国にあると言っているプーチン大統領の主張を展開し、電話会談においては、ロシアに対する制裁が解除されれば、ロシアは相当量の肥料と農産物を世界に輸出できると確認したと言っているよ。こういったプーチン大統領の言動については、トルコを何としても味方にしようとしている、ヌスッと武々しいなどとの批判が吹き出しているようだな。また、ウクライナが黒海に機雷を撒いたと主張しているんだけど、主要な生産物である穀物を輸出して、ロシアとの戦費を稼ぎたいウクライナが、どうして黒海を機雷で封鎖する必要がある、ロシアが艦隊を撤退し黒海を解放すれば済む話ではないか、といった声も大きくなっているみたい。今回ウクライナ軍が黒海艦隊を遠のけたという発表だけど、西側諸国から地対艦ミサイルの供与を受けたためか、それとは無関係に自力で沿岸防備を固めたおかげなのかと不明なんだけど、陸続きのポーランドからの穀物輸出は鉄道線路の規格相違などで乗せ替えが必要になるなど手間がかかるから、オデーサ港からの海上輸出が再開されれば、世界にとっても食糧危機を回避する朗報になることは間違いないだろうね。実はロシア黒海艦隊にも被害が出ていて、有名なのは4月に機関のスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワが対艦ミサイルで撃沈されたことじゃないかな。他にも多くの艦艇が損失したり、損傷を受けているから、ロシアとしては艦艇の補充をしたいところだろうけど、トルコはロシアとウクライナが戦争状態にあると判断してモントルー条約に基づき、
3月31日に黒海とエーゲ海、地中海をつなぐボスポラス海峡及びダーダネルス海峡における軍艦通行の禁止に踏み切ったんだ。このモントルー条約というのは、トルコがダーダネルス海峡とボスポラス海峡及びマルマラ海に対する管理権を持つというものだね。つまり、この2海峡の通行の許可権をトルコが握っているということなんだ。今回のプーチン大統領との会談を発端として、トルコは2海峡の軍艦の通行禁止を解除するのではないかという見方もあるんだけど、軍艦通行禁止が解除されれば西側諸国の艦艇も黒海に入れることになるよ。つまりオデーサ港から穀物を積んだ自国の貨物船を護衛することも可能になるわけだな。ロシア黒海艦隊は機関モスクワを失ったけど、未だに強力な艦隊艦ミサイル搭載の最新型アドミラルグリゴロビチ級フリゲート艦3隻だけでなく、ミサイルコルベットも多数保有しているから、対水上艦攻撃に関しては相当な戦力を温存していると見られているよ。ロシアの黒海艦隊配備の艦艇について紹介しようか。まず、アドミラルグリゴロビチ級フリゲートシリーズだけど、ネームシップのアドミラルグリゴロビチが2016年に就役したんだ。続いて2番艦アドミラルエッセン、3番艦アドミラルマカロフまではすでに就役して活動中で、この3隻が黒海艦隊に配備されているってわけ。サイズ的には海自の新型フリゲートクマの型満載排水量5500トンよりは小さいんだけど、初雪型汎用護衛艦とほぼ同サイズということだね。しかし兵装は強力で 100mm 単装速射砲1機、30mm 近接防御火器システム2機、艦対空ミサイル垂直発射システム2機、対戦ロケット砲1機、533mm 連装魚雷発射艦2機などを装備し、他にも対艦対地攻撃ミサイルを搭載する8連装垂直発射システム1機があるんだ。これには艦対艦ミサイル P-800 オーニクス、巡航ミサイル 3M54 カリブルが搭載できるよ。ネット上では、アドミラルグリゴロビチ級フリゲートの満載排水量が4000トンとミニサイズと思われることから、バカにしたような舐めてかかっている書き込みが見受けられるんだけど、兵装として高性能ミサイルを搭載しているから、対艦攻撃力はとても強力と考える必要であるだろうね。なお、撃沈されたモスクワに代わって機関となったのはアドミラルグリゴロビチ級フリゲートのアドミラルマカロフだったぜ。だけど、5月6日ウクライナの艦対艦ミサイルネプチューンに攻撃されて火災を起こしたと伝えられていたよね。そうだね。というものの5月9日には当該艦が何事もなく航行している姿が目撃されているし、フェイクだったということになるよ。これらの他にも脅威となる艦艇があって、それは7隻の通常動力型潜水艦だね。ウクライナが黒海で海上輸送を再開するためには、7隻もの潜水艦へ対策を取る必要があり、西側諸国は対潜哨戒への支援も必要となると思われるよ。この7隻の潜水艦のうちの6隻はプロジェクト 636.6 と呼ばれる海キロ級通常動力型潜水艦で、魚雷発射艦から発射可能なカリブルクラブスが搭載されているそうなんだ。ロシア国防省は4月30日、黒海に展開している通常動力型潜水艦からウクライナ軍の地上施設に向けて、対地型のカリブルを発射し攻撃したと発表しているよ。こういった潜水艦には対艦型カリブルも搭載されていると推測されるから、ウクライナにとって海上輸送上の脅威になることは間違いないだろうね。アメリカなどの西側諸国はロシア潜水艦への対策として、より一層の新兵器の供与が必要になると考えられるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。それじゃ次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、涙についてだよ。みんなは涙の味を知っているかな？子供の時に泣きすぎてよく口に入ったりするよね。確か少ししょっぱい気がした覚えがあるよな。うんうん。実は涙は、感情によって味が変わるんだ。悔し涙や怒りの涙はしょっぱくなって、感動や嬉しい時の涙は量も多く流れるので薄い味になるそうなんだ。なら子供の時のしょっぱさって、怒られて反省してないってことなんだね。みんなも怒った時に涙の味を聞いてみるといいかもね。ちなみに涙は血液らしいな。え、そうなの？そうだよ。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。産経新聞が2022年1月13日に伝えるところによると、日本政府関係者からの話として、ロシアが北方領土の国後島周辺で射撃訓練を実施するとして通告を行ったとされているよ。これを受けた政府は外交ルートを通してロシア政府に抗議の意思を示したらしいな。最近のロシアによる北方領土周辺での軍事行動は活発化する傾向が見られているもんね。2022年が明けてからも北方領土周辺でミサイル発射演習などを行っているしね。
政府はロシア側が近年の東アジアにおける軍事的緊張の高まりを受けて、北方領土の実効支配を強めることで存在感を示しながら中国を支援する動きではないかと見て警戒を続けているぜ。そうだね。さて今回は、北方領土におけるロシアの軍事活動が活発化していることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシアが日本政府に通告した内容は、1月11日以降末日頃までの間に国後島の周辺で断続的に射撃訓練を実施するというもので、これに対して政府はロシア軍が北方領土で軍備強化につながる活動を実施することは、受け入れられないとして強く抗議したとされているよ。第二次世界大戦以降、ロシアがクリル諸島千島列島の一部であるとして、不当な実効支配を続けている北方領土では1月早々からロシア軍が活発な活動を見せており、8日には北方領土及び千島列島において高性能地対空ミサイル S-300V4 の発射訓練を実施したとしてロシア軍で極東地域管轄の東部軍管区が発表しているんだ。ロシアメディアによると領空に敵航空機が侵入した想定で、目標の探知識別追跡からのミサイル発射までの訓練であったとされ、2020年12月にこの射程約 400km とされる地対空ミサイル S-300V4 が配備された択捉島においても、訓練が実施されたと見られているね。また、10日には同じく東部軍管区より北方領土と千島列島において、1000人以上が参加する実弾射撃訓練が実施されたことが明らかにされていて、装甲車両や多種の装備を用いた大規模な射撃訓練であるとされているが、今回通告された射撃訓練はこれとは別の訓練と見られているぜ。ロシア軍が2020年においても択捉島周辺での軍事訓練を相次いで実施しており、2月と6月に大規模演習を実施しているほか、12月16日にも国後島周辺での射撃訓練を通告するなど北方領土における軍備強化の動きを見せていたよ。また、12月14日にはロシア空軍の情報収集機 EU-20 機体識別番号 RF75936 などが、ロシア本土からサハリン上空を経てオホーツク海に入り、択捉島上空を南下して北海道釧路沖から福島県南部の沖合まで飛行したため航空自衛隊が緊急発進スクランブルをかけて警戒。その後ロシア軍機は同じルートを引き返しているね。さらに、ロシア海軍も活発な動きを見せていて、2021年10月には中国海軍との合同訓練がウラジオストック沖で実施された後に、双方5隻ずつ計10隻の連合艦隊が津軽海峡から太平洋に進出してそのまま日本の東側を南下、伊豆諸島と小笠原諸島の間を抜け大隅海峡を通過し東シナ海に抜けるという、これまでにない動きを見せているんだ。北方領土は北海道の知床半島と根室半島の沖合にある国後島、択捉島、色丹島、歯舞群島の4つの島嶼で、第二次世界大戦後にロシアが自国領土として実効支配を続けていて、それに対して日本が領有権を主張し返還を求めて領土問題となっていることは、皆も知っているよね。かつて近代以前にはアイヌ民族などの先住民が居住しており、1855年から第二次世界大戦が終わる1945年まで1万7000人以上の日本国民が居住していたが、現在は約1万8000人のロシア国民が占拠しているらしいな。1945年に至るまでロシア旧ソビエト連邦が北方領土を支配していたことは一度もなく、1855年に江戸幕府とロシア帝国によって締結された日露和親条約で北方領土は日本領として確定され、その後1875年に大日本帝国とロシア帝国との間で結ばれた樺太千島交換条約において日本は、国後島から最北の占守島に至る千島列島全島を領有したんだ。しかし、第二次世界大戦末期の1945年に当時のソビエト連邦が突如、日ソ中立条約を破棄して日本領であった南樺太原サハリンや北方領土などへの侵攻を開始したってわけ。日本がポツダム宣言を受諾して降伏した後も侵攻を続けた結果として占領を果たし、南クリル諸島北方領土は第二次世界大戦の戦果として獲得したロシアの領土であると主張して現在まで不法占拠を続けているな。中国も韓国もロシアも、ほんと勝手だよね。どうして他国の領土をそこまで横暴に自分のものだって主張するんだろ。日ソ中立条約はその規定によって1946年4月25日まで効力があったんだけど、ソビエト連邦は一方的にそれを破り、1945年8月14日に大日本帝国が降伏した後も侵攻を続けて9月5日には北方四島に上陸し占領したんだよね。その後1951年に締結されたサンフランシスコ平和条約において日本は千島列島の領有権を放棄したんだけど、この際に北方四島が千島列島に含まれるか否かについての解釈が曖昧であったことが北方領土問題の一つの要因となっているよ。
しかしながら、当時のソビエト連邦も現在のロシアにおいてもサンフランシスコ平和条約への署名を拒否して調印していないため、ロシアは北方領土を自国領土とする主張を譲らないってわけだな。そして、政治的にもロシアは活発でプーチン大統領が2021年9月に北方領土での経済特区創設を表明していて、その際には韓国政府に北方領土への投資を呼びかけるなどして経済活動も活発化させているよ。10月にはこのプーチン大統領の表明を受け、ロシアのグリゴレンコ副首相兼官房長官とフスヌリン副首相が択捉島を訪問。択捉島のインフラ整備状況の視察や地元の実業家との会合などを実施しているしね。ロシア極東のメディアによれば、両副首相に同行していた北方領土を管轄するサハリン州のリマレンコ知事が地元実業家たちに対して、経済特区を設置することは水産加工業や観光業に運輸業などへの大きな強い刺激となり、クリル諸島の経済が発展することは極東地域全体の発展の原動力となるだろうと述べたとされ、ロシアが北方領土開発を単独でも進める意思があることを改めて鮮明に示したんだ。北方四島での共同経済活動については日本とロシアの間で議論を重ねてきた経緯があるものの、進展が見られないことからプーチン大統領が日本との関係が悪化している韓国を持ち出して牽制をしたと見られているんだけど、日本政府はロシア単独あるいは、主導の上での第三国による開発や投資は容認できないとしているよ。日本ももう少し強気に主張できればいいんだけどね。遠慮がちなのは日本人の長所であり短所だと思うんだ。いずれにしても北方領土に関しては、打開策として歯舞群島と色丹島の2島返還の動きが見られた時期があったものの、現時点では立ち消えになっていて、第二次大戦終戦から76年余りの歳月を経た現在でも日本とロシアとは平和条約を結べない状態が続いているぜ。ロシアが近年、北方領土への軍備増強をアピールしている理由として中国との連動を指摘する見方があるよ。だが、日本が敵基地攻撃能力を保有すれば北方領土に侵攻してくるとの懸念を抱いていると見る向きもあるな。北方領土問題解決の糸口が見えない以上はさらにエスカレートする可能性が指摘されているね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、傘についてだよ。最近の雨は、すごいからな。確かに、でもそんな時に傘はすごく便利だよね。今日はその傘の歴史について解説していくよ。さっきも出たけど、傘ってどんな使い道があるかな？雨具はもちろんだけど、日よけとしても使えるよな。そうだね。でもそんな傘なんだけど、傘の歴史を見てみると、もともとは雨具としては使っていなかったんだ。それじゃどんなことに使っていたの？傘の歴史はとても古く、古代エジプトやオリエントまで遡るんだ。当時傘は、雨具ではなく宗教儀式で使われる権力を象徴する道具としての役割を担っていたんだ。また、古代エジプトやオリエントは雨が少なく、日差しの強い環境だったため、雨ではなく日よけの道具として使われることが多かったそうだよ。そりゃあ使ったら当然のごとく日よけに使うよね。そして、従者に傘を持たせて日よけをしている姿は、当時の時代の権力を象徴する姿にもなっていたんだ。さらには、権力を象徴するという性質が強かったため、傘に様々な飾りが施され、とても重要感のあるものだったそうなんだ。それじゃなんで傘は雨具として使われたんだろうな。その流れだったら、当然日傘としてが常識になるんじゃないか？時代がローマギリシャに移り変わると、普通の小さい傘も見られるようになったんだ。だけど、まだ雨具じゃなくて女性用の日傘として使われることが多々あったそうだよ。その後、やっと現代のように開閉が可能となった傘が登場したのは、13世紀頃のイタリアとされているよ。それまでは開きっぱなしだったってことだな。そうだね。しかし、その頃の傘は、アクセサリーとしての意味合いが強く、手に持っていることが多かったそうなんだ。そしてやっと雨具として使われるのは17世紀のことだそうだよ。出た当初は雨具イコール女性のものという認識が強かったんだ。だから、男性が使うことはほぼなく、男性が傘を使えば周囲に驚かれたり、馬鹿にされたりすることもあったそうだよ。だから、現代のように雨具を使うまでに定着するのにとても時間がかかったそうなんだ。傘一つとっても男女差別があるなんて、今の時代が素晴らしいよ。それは本当だね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。